ソマリアの海賊を撲滅。はい、どうも皆さんこんにちは。カッシーチャンネルでございます。皆さんは寿司三昧というチェーン店をご存知でしょうか？1979年に創業されて、関東を中心に51店舗も展開している大人気のね、お寿司屋さんで、社長のあの手を広げたね、謎のポーズが有名ですよね。今回はそんな寿司三昧社長の海賊撲滅デマ騒動についてね、ざっくりではありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。2021年12月23日、とあるネットニュースの寿司三昧社長がソマリアの海賊を撲滅させたという謎の記事が注目を集めます。なんかタイトルだけ聞くと世界観が完全にワンピースですね。そんなね、気になる記事の内容としては、キハダマグロが大量に取れるソマリア沖に海賊が出没するようになり、漁ができなくなった。そこで寿司三昧の社長がソマリアの海賊たちにマグロ漁を教え、船を与えて、その海賊を武力ではなくビジネスで撲滅させたというものでした。この記事はネットで一気に拡散されて、規模感がワンピース、実写版両津勘吉などね、様々なコメントが寄せられます。ネット掲示板ではスレッドがいくつか立てられて、ツイッターではトレンド入りを果たすほど盛り上がりを見せました。この寿司三昧社長の海賊撲滅武勇伝は、なんか結構昔からね、有名な話で、ひろゆきさんの切り抜きチャンネルとかで見たことある人も結構多いのではないでしょうか。しかし、この記事が投稿された次の日の2021年12月24日に、このニュースがデマだったという衝撃の事実が発覚します。まあ、厳密に言うと全てが嘘だったというわけではなく、もともとあった小さなエピソードが大きくなってしまったパターンで、実際はソマリアの隣にあるジブチというね、国に寿司三昧は漁船を持ち込んだらしいんですが、それに海賊撲滅とかいうね、ワンピースレベルのとんでもエピソードがいつの間にか脚色されて、それがテレビやネットなどで放映されて広まっていったらしいです。こんなにバズってトレンド入りまで果たしたニュースがまさかのデマだったとは、かなり衝撃的で、多くの人が信じており、ネットでは、ほへぇ、フェイクだったんだこれ。厳密に言うと脚色マシマシ、夢のある話なんだけどね。どちらが正しいかわからない我々は現地へ赴き、海賊になるほかない、などね、様々なコメントが寄せられます。まあ、しかしですね、各言う私もこのね、ニュースゴリッゴリに信じており、なんならね、このネタ動画化しようとちゃんと脚本まで用意して、音声録音する寸前まで言ってました。クッソ情弱で草。しかしまあ、落ち着いてよく考えてみると、たった一人でね、国際問題レベルの海賊を撲滅させたとなってくると、ノーベル平和賞受賞されてるぐらいの世界的有名人にもうすでにね、なってないと確かにおかしいですもんね。やっぱりね、嘘は嘘であると見抜ける人でないとね、ネットを使うのは難しいものがありますね。はい、ということで今回はネットで話題になった寿司三昧社長の海賊撲滅武勇伝デマ騒動についてね、ざっくりでありますが回数紹介してきました。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。